面の前の皆様、こんにちは。ベルクラでございます。やっていきましょう。デッドバイデイレイト。カーニバルになんと新スキン来ましたよ。めったに来ないコラボキャラクターへの新スキン。うん、いや、カーニバルと言ったら、レーザーフェイス、この子、この子ね、この子という呼び方はあれだけど、私大好きな映画、悪魔の生贄、このシリーズが好きなんだけども、これのコラボキャラクターとして、出てきてるわけですよね。でこの、カニバル、レザーフェイスといったらどういう人物なのかと言いますと、もうイカれた家族がいるわけです、はい、でそのイカれた家族の中でもう出来損ないとしてね、なんかこういる、まあ、ちょっとどでかい、お兄ちゃんなわけ。お兄ちゃんって言うとあれだけど、まあ、そのね、巨大なね、チェーンソーを持った、ハンマー持った男が、どんどん観光客とかリア充とかをね、ぶっ殺しまぐるといった映画なんだけども、このね、家族がやばいっていう話なの。カニバルもやばいんだけど、カニバル以上に家族もやばい。これね、見ていただきたいですね。ほんとね、おじいちゃんとかやばいですよ。車椅子で生活してて、もうハンマーを振る力もないんですけども、こう必死に家族がハンマーを持たせてね、女の子の頭をカチ割れカチ割れつってね、頑張って、おじいちゃん頑張れみたいな感じで、おじいちゃん、プル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 しながらね、ハンマーで、みたいな、あのね、女の子の頭必死にね、割るっていうシーンがあったりするわけ。あのね、本当にイカれてる。で私のね、悪魔の生贄シリーズでおすすめしたい、手頃に見れるやつとしてテキサスチェーンソーっていうね、マイケル・ベイがね、リメイクしたやつがあるんですけども、こちらにね、ジェシカ・ビールっていうね、私大好きな女優の人が出てるんですよ。これがね、あのジーンズに白いタンクトップ、これをね、胸の下のね、へそ上らへんで、結んでるスタイルなんですよ。めちゃくちゃいいです。本当に。やっぱりホラーといったら白のタンクトップ。ね。それにジーンズ合わせてね、その美人なね、女の子が。お、これですよ。見ました、今。ちょっと話夢中だったけども。今のがね、新カニバル。なんでかね、頭がね、ちょっとハゲてんの。円形にちょっとハゲてる部分があるんだけど、これはカニバルがハゲてるわけじゃなくて、まあ、おそらくね、その生存者をの顔を剥ぎ取って被ってると。まあ、そもそも映画ではね、被ってるわけ。人の皮をね。人の皮でマスクを作るっていう、狂気地味なことをやるわけ。うん、届く。このハンマー、ちょっと木槌みたいになってるな。おお、戻ってきたと思ったらしなやかか。なるほど。こう閉じられてることが多くなったよね。壊しちゃう。もう一人、いそうだな、ここ。ん？ロッカー。いや、ちょっと待ってよ。いやー、これはロッカーだね。間違いないね。そらそうだ。では上に運ばせていただきましょう。おパワーになってるな。で劇中でもほんとね、主人公の親友の顔とかをね、剥いでそれをかぶってね、イケメンになったり、イケメンなのかどうかは別としてイケメンの皮をかぶって、置けばイケメンになるみたいな。エースじゃない。あ、いた！タップルンプルンのゲージだな。しかし、おしゃれなエプロンになったよね。ここの壁は壊しとかないです。まあ、なんて言ったって、ここの壁は、強いからね、壊さない方が。はい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 。車の方行くかな。ちょっと溜めて、あ、よいしょ。板付近で殴ればね、衝撃で倒すやつもいるのでね、板を。そういった。なるほど。おお、一人死んだもん。よいしょ。デッドハードは？
オッケーからのっていうかさ、めちゃくちゃ暗くなりましたよね、デッドバイデイライト画面がさ。いつも私デッドバイデイライト明るくして皆さんにね動画としてお届けしているんですけども、この動画に関してはちょっと明るさ補正しないでいきましょうか。いや最近ね暗い、すごい。シャドウオブノブコができるかもしれない。新キャラクターのエロディノブノブヨガサエース君、そこ窓開いておりません。あいよと、あいよと決めてくぜ。あ、いたいた。あら、あそこの肉壊れてるな。こっちに行きましょう。あらよっと、こう。今回持ってきているパークが、観察の虐待、イタチ、破滅で伝播するおじけね、うん、ダウンさせたら周りにいる生存者が泣き叫びっていうね。テキサスチェーンソーって、リメイク2つあるんですよ、もう1つ、うん、でその後はまたテキサスチェーンソーの別のやつに移っていくんですけども、アレクサンドラ・ダッタリオというね、あの私のまた好きなね女優の人がタンクトップタンクトップ的なねあれでね出てくるんですね、うん、ぜひ見てほしい。それはここが当たった、あれなんかこの辺にいなかった、気のせいか。ぜひ見てほしい。それこっち側にやってるようだね。あ、お声聞こえると思ったら、なるほど、上に行って、はい、なるほどね。デタードかな、デタードだな、やっぱこっから割ります。で窓枠を使う、いいじゃないか、戻ってきたな、オッケー。あの地下にいるぞ、ちょっと待って待って待って、地下にいるぞ、ちえ、なるほど、救急きっと思った緑みんちゃんだな、緑うさぎみんちゃんだ。どこ行った、プロンプロン、ケージどこ行った、あれ起こされたもん、早っ、マジか、そんなに早いと思わなかったね。なんてこった、ここも壊しておきましょう。ここは壊しておいた方が強いんで、キラーにとって蹴りを入れときましょうか。いや早くね新キラーのパークとかをねカニバルに積み込みたいよね。この辺いなかったかな。でレザーフェイスのその最新作のやつはレザーフェイスというタイトルで出てます。レザーフェイスの幼少期からちょっとなんか描かれてるものがあって、なんかタップルンプルンのページとよく合うね。デッドハードまだ持ってんだよね、ごめん。OK。あ、ストライクだろう。多分。あれ？どうだっけな。まあ、間違い、あれ？え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 ？ちょっと待って、完全に消えてるよ。え？はて？え？ちょっと待って、え？え？こんなことある？ちょっと待って、え？暗くて見えない。とかじゃないよね。え、いないね、いないね、これ。え、どういうこと、どういうこと、謎なんだけど。 ここにいた子も消えたぞ。あ、復活させられてる。え、あ、え、あれ、なんだ、消えたね。あんなことある。
まさかのさ、こう、なんか、足跡あるね。オッケーオッケー、見つけた。あれ、あ、そっち行ったね。オッケーオッケーオッケー。倒しとけ。いや、びっくりした。俺完全に消えたからさ。どういう状態だったの今の。完璧消えてたよね。ここの板はもう早急に使っちゃって。OK。よしよしよし。OK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 。おお、これはチェーンソーの間合い。いや、ちょっと待って。超えさせようか。いや、やっぱ殴っとこう。これで追い込んでいきましょう、じわじわと。ラスト1台か。ここのもう板はね、全部ないんで、ここのポジション弱い、弱い、はい？あったわ、いた。まさかのな。仕方ね。ちょっとさっきバーンってやったとこ行きましょうか。やってますか。あ、いたいた、タップのブロンケージ。んー、ちょっと待って、もう一回ちゃんと捉えよう。デッドハードを見て。いるね。さっきの何だったんだ。完全に消えてたよね。お、いたいたいた。オッケー。これね、二人でやってたんじゃないかと踏みます。ここまずイタチをぶっ込みましょう。この辺にいないかい。いないかい。こう下やってないかい。やってないね。声聞こえなかった今。いや、これいるね、下に。フェンミンが下にいるね、多分。で、こっちに来たのがノブコ。まずは、で、止まるなって、こう。ノブコは、あ、いや、小屋の方だね。まあ、とりあえず、ストライクかな、これ。まあ、多分そうだと思ったぜ。で、レザーフェイスが最新作なんですが、その前が、悪魔の生贄の40周年かなんかのやつですかね。で、その前が、テキサスチェーンソー、ビギニング、テキサスチェーンソー、そして、悪魔の生贄が 3本ほどあったのかな、多分。よいしょ。OK。まあ、とりあえずね、どれから見ていいかって言ったら、まあ、わかりやすいところのテキサスチェーンソーでいいと思うんだけども、やっぱり悪魔の生贄の一作目、まあ、衝撃的なんでね、ぜひ見てほしいなと思いますね。立ちぶっこんときましょうか。OK。さあ、残り2人。いい勝負になってきましたね、これ。ちょっと。あ、いたね、いたね。とりあえず、タップルンプルンケージ、追い詰めましょう。生かしちゃおげねえぞ。奥に行ってますね、さらに。さてと。タップルンブロンじゃねえじゃねえか。そう、タップルンブロン死んじゃったんだ。エース君。追い込んでいきましょうか。ここで1ダメージ与えられたのは大きい。なんか引っかかるぞ。あ、よっ。これはもう板を使うしかありませんね。デッドハードか。OK。やるじゃないか。そこできっちりデッドハードをやってくるとはな。なんかここ引っかかるな。ぬるっとしてんね。オッケー。あ、いるぞいるぞ。おじけに反応しているぞ。うさぎみんちゃんがな。え、これ、ロッカー？もしや。え、さすがに出たよね、ロッカーから。さすがに出たよね。え、出ないか。
出てない。閉じこもってた。みんちゃん引きこもってた。4パー出すかもしれませんけどね。とりあえずエースを釣っちゃいましょう。あ、ちょっと待てよ。4パー待ってみるか。あ、オッケー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 。さあ下に釣っときましょうか。いや、あの生存者の消え方何だったんだろう。泣き声すらしなかったよね。おかしいな。うん、そんなわけで無事全滅となりました。いやー、今ベータが来ていますけども、新キャラクター、新サバイバー、そして新キラーですね。早くね、エロディノブヨをねプレステージ3周したいですね。間違いなく3周させるね。いやこれさ顔さよし。そんなわけでね、よかったら評価の方どうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さんの良きゲームライフの方を祈っております。ベルクラでございました。お疲れ様です。チャンネル登録、画面のボタンからベルマークを押すと動画更新時に通知が行きますので、チェックしてみてください。